FIFA コンフェデレーションズカップ2 0 0 5は2005年6月15日から6月29日にかけて FIFA ワールドカップドイツ大会のプレ大会としてドイツで開催された第7回目の FIFA コンフェデレーションズカップである。これまで当大会は2年に1回のペースで行われていたが前回大会におけるカメルーン代表のマルク・ビビアン・フォイ選手の救世を受けて 過密スケジュールを避けるという観点と次回の FIFA フフワールドカップの運営リハーサルを行うという観点を考慮して今大会からコンフェデレーションズカップを FIFA フフワールドカップ本大会の前年に同大会の開催国で行うプレ公式大会と正式に定義しかつグループリーグのスケジュールにも一定の感覚を持たせるようにしたオーストラリア代表は今大会を グループリーグ A 組を勝ち点0の再開で終えた。そのことに危機感を覚えたオーストラリアサッカー連盟はフランク・ファリーナ監督を更迭し、異なるチームで FIFA フフワールドカップに大会連続ベスト4を成し遂げたフース・ヒディンク監督昇平を決断。同監督昇平には多額の資金と熱意が必要とされたが、根気強く交渉を続けヒディンクの監督昇平に成功した。 ヒディンクはオーストラリアを32年ぶりとなる FIFA ワールドカップ本大会出場に導き、さらにドイツ大会でもベスト16という快挙を達成させた。ドイツ対オーストラリアの試合グループ A、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2グループ B、 チーム1 v チーム2、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 チーム1 v チーム2準決勝、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム23位決定戦、チーム1 v チーム2決勝、チーム1 v チーム2、ありがとうございます。